そうそうちょっと譲り合ってんのかなみたいなねあれ昔一回こすったネタのような気がするんだけどもうちょっと来てくんないかなみたいな探り合いしながら、さあおっと、まさかの展開、そうだな、さあ DCQ ここに来て JP を解禁なんだとレフュージュリ対 DCQ の JP ですめんどくさいじゃないですかジュリって JP 的にはなんでなんだろう大会ちょっと2キャラを使いこなすまあやっぱイヤー2っていう感じですよねそこはもともとね3先になったっていうのもね確かに確かに試せるさあネフューに対して DCQ やはりここダメージリード取ってますがここにジャスト組み合わせ的にはやっぱラッシュで触られやすいっていうところもあるしこの画面足の攻めがこの再発症を使われた攻めに対して最初が JP は難しいですねこの端の固めきついこれが端これ DCQ 受けきれるかいや崩れてしまった上からの攻めを真っ先なんとかやってるんですけどシックル線絡みの動きをされた時に安定してこう JP が退屈するのはちょっと難しいしゃがみ気持ち強化されましたけどさあここで DCQ に対して Q1 ラウンド先制していますやはり上からこれ位置入れ替わります DCQ ドライブは有利ですが無理はしませんハリーを投げるここで D 幅設置前歩く投げここでチラシしのいだしかしネフューも前に来ます両者3ゲージさあここでうまく強持ち神谷さん DCQ そのまま拾って ODS1 か SA1 ルートこちらのボームでのフィニッシュこれで2ゲージを回すことに成功したのは DCQ です SA は3対2さっきジャストされましたからね後ろ中 P 中 P をネフュー慎重に距離を見て通常技顔をさせていきます空振りがないネフューえおおまあ、投げ押したが一度距離離れたところからラッシュ突っ込んできた DCQ リハトワーリフトも残っているさあドライブ差が一気についたしかし踏み込んだやはり触るのはジュリの大箱ですねさあここでドライブ差を埋めるための回線段階落ただ SA ゲージ状況は DCQ がこれで有利レフュー決めきりにいく捨て捨てそしてここで下がってのダイバーまずはネフュー DCQ を1セット下しましたがここでどうするか DCQ 展開的にはねかなり軸石としてましたけどアメリカ勢 JP 対策漏れてる読み説なるほどワンちゃんでもシーズン1で避けて通れない道だったからやってるよなっていう、まあ、M バイソン聞こえました聞こえましたね M バイソン M バイソンよし戻すかと、まあ、でも番外戦術的な部分でこれまずこれ仕掛けるって意味では、うん、確かにここ1セット取れれば美味しいですからね、うん、確かに確かに、ね、全くまあ抜けてなかったですね、ね、まあ、ベガにしてというところで Q は1セットすでにリード取っていますさあ引き続き2セット目です、うん、レフューそして DCQ はベガに変えての2セット目、はい、DCQ ラッシュで触りいく今日の試合から DCQ はかなりアグレッシブなスタイルに切り替えていますしゃがみ中パンチからバックフィストこれしレフューうまくサイコマインも取り外して自分のターンを作りますがジャスパー投げ、これジャスパーストックあるんで横押しする横押しして画面端ですただここは DCQ うまく押し戻したが出してくるさあここでネフューどうするかリターン取れるんで SH にしましたね OD 転戦力も横押してきて足置きじゃないついてくる投げ中断中断しゃがみで様子見が多い DCQ にとってはこの中断タク通ります。うわ抜ける再発射を抜ける形のダブルミーでしたがここでドライブ差とんでもないうわじゃあもう自分からバウンドしてったさあネフューこれ早めにバウンドしてインパクトされてもまあいいかで考えてるかもしれないですね。さあバウンド中のネフューに対してパンチ
一撃ちゃうのね、やはり前に行きづらい。二四球投げ、結構絞れた。横押しはどうする、警戒。いやー、ここで端入れ替わる。飛びがね、かなり落としづらいと思いますね。早出しジャンプ強パンチなんかを使われると空対空も難しいし。確かに。さあ、二四球入れ替えて、入れ替えは成功。ここでターンアウトしながら前投げどうする。エフィー側もゲージ悪く、あー、中断。これゲージ溜まるわ。さあ、これはギリギリ残ったドライブゲージを使ってドライブキャンセルで3ゲージ確保。回線段階略までたどり着いた。さあ、DCQ 追い込まれました。いや、メフィー強いな。レガニもね、無理くり勝つ。しかも地上で勝ちましたね。上からの起きっていうところで荒らすんじゃなくて、真っ向勝負して、まあいいわ。まあラッシュ中段が要所でこう通って、崩しもできた。DCQ どうする？ちょっと困ってますよね、表情的にはね。確かにこうしてみると JP の方がマシだったまである。ああ、なるほど。感じ手応えはあったかもしれませんね。通常技をうまくね差し込めてましたからね、 JP は。そうですね。ただこれはベガっぽいか、エンバイソンですかね。エンバイソン、 JP だ、決めた。もう JP から帰らない。戻した、JP で行く、さあ、ただここからは3本ストレートで JP で勝ちきらなければいけない、DCQ 背水の陣です。さあね、フューに対して、いやだ、まさにフューぶっ込んできた。これはだよな、勝負、勝負手ですね。そして端、さあもう早くもピンチ、やりきりさん、 DCQ バックバックで、さあ一旦押し戻します。ストリボーグ、そして距離を取られた状態からネフュー、さあ、走ろう。シミー歩いて崩した。ラッシュ代代で一応 SA ゲージを回収。やっぱ強っ。 DCQ が迷ってたからこそ裏の選択肢2つ重ねてきたっていうのはもう歴戦の猛者って感じしますね。ネフューもう止まりません。完全にネフューのペース。薄いドリーム、 DCQ はこのドリームを食らい切った後にまだ来る。しのげるのか、空中対空、ジャッジまだ続く、まだ続く、まだ来る。投げ、いやもう体力が強気だ。防戦一方、DCQ さあ、ダウンはパン、交代した。ここからは距離が離れます。いやきつい、どうするこれ。3ゲージ使う、大きな体力を消費。うわー、バウトさあ、橋をやってきて、体力崩れる、削り去る。つえ、ね、フューはもう試合以外のところでも相手のメンタルを見てます。